はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2023年、今日4月の23日でございます。はい、私がですね、現在来ているところは、片栗の湯、武蔵村山市にある片栗の湯に来ております。はい、今現在はですね、この看板を見てもらうと分かるんですけども、4月1日からですね、一時閉館しております。はい、片栗の湯ね、結構ですね、あのお客さん来ていたんですけれども、やはりですね経営がね、不振だったのかな。うん、まあ片栗の湯ですよね。はい、うん、村山温泉片栗の湯でございます。はい、まあ、武蔵村山市といえばですね、永井秀和さんのですね、地元でございますよね。はい、まあ、永井秀和さんともですね、私時々ね、お話しさせていただきますけども、永井秀和さんのですね、お話によりますと、この片栗の湯でですね、よく豪遊をね、某カルト団体とですね、しょっちゅうね、やっていたというお話をしておりましたね。はい、うん、この片栗の湯のですね、目の前にはですね、なんか都立野山北六道山公園というね、ものがあります。はい、都立野山北六道山公園アスレチックっていうね、ものがございます。はい、アスレチックってね、どんなものがあるのかなと思いましたら、なんかね、本当にアスレチックになっておりますよね。はい、こういうものがね、山の丘陵地帯を利用して、あります。はい、結構人気ありますよね。駐車場もね、もう満車でございますよね、ほとんどね。はい、うん、こういうものがございます。はい、最近できたのかなって感じですよね。うん、だからね、あのこちらのバス停目の前にあるんですけど、片栗の湯ね、結構ね、片栗の湯も人気あったんですよ。うん、バスね、どのぐらいあったのかって言ったら、こんな感じですよね。1時間に1本か2本ね、走っていたみたいですよね。うん、まあそこそこね、アクセスいいですよね、交通ね。はい、うん、はい、永井秀和さんのね、お話によりますと、カルト宗教団体のね、皆様とですね、大勢とですね、合流をしていたというお話でございますね。それでですね、なんかただ食いをね、ものすごいね、ただ食いで合流をしていたということですので、なんかそれがきっかけでね、なんか潰れちゃったんだなんてね、お話をしておりましたけども、まあ本当かどうかね、分かりませんけども、そのようなね、お話をしておりましたよね。でも実際にね、こうやって閉館しちゃうと、なんかね、真実っぽい感じがしますよね。はい、うん、またね、ぜひとも復活してほしいですよね。結構お客さん入ってましたからね、あの片栗の湯って。うん、しかしながらね、やっぱりあの町で運営しますとね、あの財政があんまりよろしくないところは、ちょっとでもね、赤字になっちゃうとすぐにね、お客さんがそこそこ入っている施設でも、もう閉館ってなっちゃうんですよね。はい、またですね、新しい情報等が入ってきましたら、随時ですね、動画にてアップしたいと思います。現場からは以上でございます。西多摩新選組のチャンネルでございました。